どうするの？音楽室に行ってピアノをぶっ壊すんだ。そうすりゃお化けもピアノを弾けないだろ。うわっ！いって、なんだよこんなところに。あ、ライトが。ここですわね。曲が始まりましたよ。よし、みんな。これなの？確かに無人ですね。イライ、今すぐ演奏をやめやがれ。どうしてもやめないんなら力ずくでやめさせてやる。うわあ！すずめ！いって、なんだこりゃ。結界です。このままじゃ僕たちはあのピアノに触れることさえできませんよ。嘘！じゃあどうすんだよ。私まだ死にたくない。死なせないぜ。あんなの根性でなんとかなる。ちょっとはじめ。無理よ。根性だけじゃどうにもならないことってあるのよ。だったらこのまま指をくわえてみてろっていうのかよ。もうかなり曲が進んでますよ。大丈夫、根性だったら誰にも負けねえ。僕も私も。ケイジロ、大丈夫？くそ、どうすりゃいいんだ。早く止めないと。わかってる。なんかわかんねえのかよ、レオ。わかんないでよ。あのピアノは違うわ。本物のピアノお化けはあそこよ。ベートーベンの肖像画。それじゃあれをやっつければピアノは止まるんだな。メトロノーム。え、メトロノームを探して。お願い。わかりました、探しましょう。昨日私が運んだ中に確か。僕が行く。開かない。ピアノが止まった。危ねえ、ケイジロー。あいつがエリーゼを引き出してしまう。ゲームオーバーよ。